ロシアのショイグ国防省は25日、侵攻を続けるウクライナ東部ドネツク州の激戦地マリンカを完全に制圧したとプーチン大統領に報告しました。マリンカは、新ロシア派が占拠する州とドネツクの西に位置する都市で、ウクライナ軍は長い残豪などを構築していました。報告を受けたプーチン大統領は、 ロシア軍にとって作戦上の大きな可能性が開けたと述べ、重要な成果だと評価しました。ロシア軍はマリ,ンカのマリンカを制圧したことで、ドネツク州の南西部などへの進軍が容易になります。また、ロシア国営メディアは制圧を大々的に報じていて、プーチン大統領にとって来年3月の大統領選の追い風になりそうです。これに対し、ウクライナ軍の報道官は、 マリンカをめぐる戦闘は続いていると述べロシアの制圧を否定しました。